懐かしいな。メリアちゃんち草ぼうぼうも。お掃除サボっちゃダメですもん。そうだな、みんなで大掃除をしないとな。どうした？上の亀裂見て。なんだあれは。お空に亀裂があるも。ありえない、こんなこと。今のこの世界は生まれてから日が浅い、だから不安定なのかもしれない。いや、まだ再生中ってこともある。それでこんなことが。わからないけどね。霧の王とやらもひょっとしたらその狭間に。その可能性もあるね。となると近くに潜んでいるかもしれん。互いに離れず慎重に進もう。霧の王なんてへっちゃらも。キノ、後ろに霧の王いるもん。もももなんて冗談も。姉ちゃんひどいも。もも、子供の声、どこだ。上からだ。
大丈夫か少年。お前手とか、あれメリアさん、シュルクさんもどうしてここに。話は後だ。黒いモヤモヤ出てるもん。あれが霧の王ですもん。そうかもしれない。気を抜くなよ。だといいけど。なんだ、亀裂が。あれは危ない、避けて。今のはどうしたのだシルク。今の攻撃、ジャンクスを襲ったのと同じだ。ということは、どうやらあいつが霧の王らしいね。いかにもという感じだな。どうするシルク。ダメ元でやってみよう。ねね、分かったですもん。シュルクさん、ダメ、そいつには何も聞かないんだ。メリア、キノ、任せるもん。これでも食らえよ。消し止め。霧の王やっつけたもん。やはりマクシスの言った通りか。メリア、一旦引こう。それが賢明だな。